中国共産党が運営する新聞チャイナデイリーがテキサス州ヒューストン郊外で各個に配達されています。ある台湾系アメリカ人がこの新聞が玄関先に配達された時に備えてアメリカ国民が知っておくべきことを語りました。彼は中共政府からの報復を恐れ、匿名で NTD のインタビューに応じてくれました。洋さんはヒューストン郊外の自宅で

I think people should pay attention and be alarmed. チャイナデイリーは多くの大都市にあるこのようなスタンドで販売されていますが、会員と上院の議員オフィスにも定期的に届けられています。インディアナ州のジムバンクス共和党会員議員は報道機関に対して、この新聞を中国共産党政権による進行中の残虐行為を覆い隠すために利用されている最低のクズのようなプロパカンダシタと述べています。 It's very obvious that the paper is trying to sugarcoat some of the human rights violations and cover up for the Chinese Communist Party on issues like Xinjiang cotton being picked by forced labor. Its purpose is to confuse and brainwash Americans. Jim 30人以上の議会議員と共にアメリカ司法省に書簡を送り チャイナデイリーが外国代理人登録法に違反していないか調査するよう、ウィリアム・バー司法長官に求めていました。外国代理人登録法とは、外国勢力の利益を代表する外国エージェントに対して、その外国政府との関係、活動、財政内容に関する情報の開示を義務付ける法律です。 アメリカ司法省に提出された最近の文書によると、チャイナ・デイリーは昨年、アメリカ主流紙や 地方紙の広告枠に数百万ドルの資金を投じ、チャイナウォッチと呼ばれる記事を折り込み広告として、あたかも新聞紙面の一部に見えるかのように挿入していました。しかし、その内容はニュースをよそったプロパガンダです。ニューヨークタイムズ、ロサンゼルスタイムズ、ウォールストリートジャーナルなどの折り込み広告として発行されていました。これら折り込み紙は実際にはスポンサー広告であるという事実を覆い隠しています。 要さんは中共政権のプロパガンダがまた別の形で家庭に入り込もうとするときに備えて警戒するようにとアメリカ国民に呼びかけています。NTD ジャパンがお伝えしました。